獣たちが各エリアで凶暴さを増している。あらゆる怪獣たちが凶暴化したら今の戦力の苦戦は免れません。僕たちも黙っているわけにはいかない。お前は何者だ。こいつらを使って戦国中を征服してやるぞ。俺たちウルトラフォースが止めてみせる。また暴れろ。愚かなヤツめ、追い詰められたのは貴様の方だ。何？貴様は俺様の敵ではない。思い知れ、怒りこそ力の根源、復讐こそ生の原動力だ。違う、それは本当の力ではない。ならば俺を倒してみろ、光。諦めるな。Thank you.
最後は警告だ。ここで死ぬか、それとも俺様の死ぬべきになるか。断る。かけがえのない命を守る。俺はそう決めたんだ。そうか、ならば死に。ゾフィ、なぜそこまでして戦う。銀十字軍隊長、ウルトラの母に授けられた命を無駄にする気か。この命を落とした君はもう分かっている。忘れたのか、その命は君一人のものではないんだ。しかし君にはまだすべきことがあるはずだ。最後まで戦い抜け、ウルトラマンとして。俺はこんなところで倒れるわけにはいかないんだ。言ったはずだ、君はもう一人ではないんだ。マックスギャラクシー、まさか。まだいけるな、マックス。ああもちろんだ、ゼロ。行くぞ。
互角に張り合うとはアンビリーバブルな野郎だぜ。ベリンタフレ、すまんぞ。なんだ、ああサラ、あの方向には地球が。大丈夫だ、地球にはメビウスがいる。しかし俺は人間の意志によって生まれ変わった。俺は彼らのために戦いたい。仲間を信じることも宇宙警備隊員に必要な資質の一つだ。